おはざす、フランボッチ大学生のモザイクです。今日はですね、この前というか、1ヶ月ほど前なんですけども、F ランク大学にいるヤバい人ランキングベスト10っていうこの画像のね、今画面に映ってるこの動画を投稿したんですけど、どういう動画かっていうと、F ラン大、自分が今通ってる大学で出会った、最低とまでは言わないけど、ヤバい人たち集みたいな、ヤバい人のエピソード集みたいなのを、話して動画にしたんですけど、その中 でカンニング、テストのカンニングを休み時間中に大声で自慢してる人と、あのテストのではなく課題レポートをコピペして提出して、で単位をもらったことを授業中大声で自慢してる人みたいなのが出てきたんですよ。で自分はそれに対して冷静に話したんですけど、内心どう思ったかっていうと、正直地獄に落ちろみたいに思ったんですけど、でもよくよく考えてみたらこれって間違ったなっていうふうに思いまして、なんでかっていうと、今から非常にあの好感度を下げるというか不快になるようなこと言うかもしれないんですけど、ちょっと落ち着いて聞いてください。なんでかっていうと、この人たちっていうのはきっと多分自分と違って、親が大企業の役員っていうこともないだろうし、そういうね、大声でそういう不正行為を自慢することみたいなのは恥ずかしいんだよ、そういうの良くないんだよっていうことを教えてくれる大人だったりとか、周りの環境みたいなのが整ってないだろうし、そもそもあのテストとかを受けるにあたっても、もう生活費かわかんないですけど、バイトとかたくさん入れて、でも忙しいと思うんですよ。あの自分と違ってやっぱりそういうお金が必要だし、なんか小遣いとかも用意するためにもう必死でバイトして、でなんかね、話聞く限りそういう人たちって結構バイトの話も自慢したりするんですけど、そういうことをしないとやっぱりダメだと、そういうバイトたくさんしまくっちゃってるから大学のこう課題とかそういう授業もいい加減にしないと乗り切れないみたいな、そういう環境なんですね。そういうある意味っていうか普通にかわいそうなんですよ。だからそういう人たちに対して、自分が地獄に落ちろなんていうのはもう甚だしいというか全然間違っててね、だって実際そうお金困ってるか分かんないけど、遊ぶためのお金がきっと足りてないと思うんですよ。だからそういう人たちに対して本当バカにするのは本当に良くなくて、やっぱり貴族はね、あの今の時代は身分制度が廃止されてるんですけど、ヨーロッパ貴族がいた時代っていうのはノブレス・オブリージュって言って、高貴なる義務って言って、貴族に生まれたからにはそういう義務があるんですね。だから自分もだからそういう人たち、かわいそうな人たちに対してこうやって侮蔑の目を向けたりとか地獄に落ちろみたいな暴言を吐くんではなく、しっかりとね、温かい目で見守っていくことが大切なんじゃないかっていうふうに思いました。今回はこの今画面に映ってるエフランヤバい人リストの中のカンニング系不正系の人というか、何人かいたんですか、その人たちについて話したんですけど、皆さんはこうやってフランダイに通ってる人がカンニングしたりすることを大声で自慢するっていうのはどう思います？自分は今まではそろそろおかしいだろって怒りを覚えてたんですけど、よくよく考えたらちょっと恵まれないからちょっとかわいそうだなっていう風になって、今はねこうやって温かい目で見守った方がいいなというそういう考え方に変わったんですけど、皆さんどう思いましたか？もしよろしければコメント等をいただけるとありがたいです。僕に対する批判、誹謗中傷は良くないけど、批判もね、悪口もね、大歓迎ですので、ぜひ書いていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録等も、あと他の動画の再生もよろしくお願いします。ではまた。じゃあね。